魚レッツゴーアドベンチャー。はい、皆さんこんにちは。今日もお魚アドベンチャーの時間がやってまいりました。今日は釣りで使うスピニングリールのサイズについてお話したいと思います。とその前にちょっとね、今回購入したものがありますので、そちらのご紹介をいたします。ステア SW6000HG。 今日はこの6000番のハイギア、これをね購入いたしましたので、ちょっとこちらのまずご紹介をしていきます。はい、こちらですね、ステラ。わー、いいですねこれ。うん、巻き心地もねめちゃくちゃ滑らか。まず6000番だとね思えないほど滑らか、軽い、本当に軽い。しかもハイギアなんでちょっとね重いのかなと思いきや、全然巻き出しからかなりスムーズ。ステラにした理由というのは、まあ単純にね、まあこう所有感がねある、それがね一番の理由です。で、あと売る時にもね結構高く売れる、まあそういうねリセールバリューという、そういった面でねこれを選びました。ただどうしてねこの6000番を選んだかっていうのは、理由があります。まあ皆さんねおそらく6000番と8000番、この2つでねすごい迷う方はね多いと思います。これ果たしてね6000番を選んだ方がいいのか、8000番を選んだ方がいいのか、これねどちらを選んだ方がいいのかっていうのはね、これはあなたの釣りの仕方で変わってきます。なのであなたにとって6000番がいいのか、あなたにとって8000番がいいのかというね、これはね人それぞれ違ってきます。これね6000番と8000番でこれ決め手になるねちょっと違いというのがねいくつかあるんですけど、その中でも大きく違うのがね2つあります。1つはこのスプールに巻くことのできる糸の量、これがね6000番と8000番では違います。6000番の方はこのね PE3 号が 300m、 それに対して8000番の方は PE3 号が 410m、 約ね110m 巻ける量が変わります。で、この 110m の違いってだいぶやっぱ変わってきます。例えばジギングとかでね 100m 以上のところ、 100m、 200m とかね行った時に、やっぱりね水深がね 100m ぐらいあるところでは、やっぱ糸はね、まあ、200m 近くね巻ける方がいいと思います。で、もちろん水深 200m とかであれば、まあ、300m 以上は巻ける方がいいんですけど、この PE の太さ、それが3号なのか4号なのか、まあどっちを巻きたいですかというところで、普通のね、まあ、近海でやるジギングとかであれば PE ね、まあ、3号、もう3号もねいらなかったりします。もう別に2号とかでも全然ね良かったりするんですけど、ちょっとねこうほんとブリサイズのものがかかったりとか、まあ、ヒラマサとかねそういったものが、まあ、かかるとこに行く場合ね、そういう場合はやっぱり PE はね、まあ、3号4号とか巻きたいと思いますし、あとは磯でやるときね、磯これはねやっぱ皆さん4号とかね巻いた方がいいよっていう人はね結構これはね、やっぱで磯でやる人で磯で釣りをする人、これはねまあもちろんね4号とか5号とか太ければ太いほど安心できると思います。ただまあね、糸が太すぎると、磯の場合ね、飛距離が伸びなかったりするんで、まあ大体結構皆さんね、4号ぐらい巻いてる人が多いのかなと思います。なので、5号以上を巻く可能性がある方、それはもう8000番以上のものにしてください。で、もう4号以下しか巻きませんよという方、これは6000番で十分です。特に3号ぐらいでいいやとか2号でいいやって方はもう8000万買う必要ありません。もう6000万で十分。もちろんね4号でね 300m 負けるって8000万は魅力的なんですけれども、その8000万を選んでしまうと一つデメリットがあるんですよ。それがこのリールのね重さなんですよ。6000万ですと 425g、 それに対して8000万ですと 625g、これ200g も違うんですね。200g っていうと卵4つ分。その8000番を使ってね、一日中ジグとかをね、こう、しゃくったりすると、もう腕がパンパンになります。
6000番があったらね、もう十分だと思いますよ。本当に。まあ、80センチを超えてくるような、まあ、ブリみたいなサイズでも、6000番だったら、全然余裕で取ることができますし、で、このスピニングというのは、魚がかかって、このままゴリ巻きってあんましないんですよ。どっちかというと、ぐーっとこうね、ぐーっと竿を立てて、で、竿を戻すときに、戻した分だけ糸を回収する。ぐーっと竿を立てて、戻したときに糸を回収するっていうやり方なんで、正直ね、ここのパワーってね、実はそんな必要なかったりもするんですよ。なので、6000番がね、多分ね、皆さんやる、その近海でのジギングではね、一番使いやすい。で、しかも、このオフショアだけじゃなくて、ショア、まあ、ショアジギングの時は、もうやっぱ6000番ぐらいがね、一番ね、こう扱いやすい番手になります。まあ、一番の理由は軽いからっていうところですね。うん。8000に比べて全然軽いんで、キャストもね、1日にね、100回、200回とかするわけですよ。まあ普通のね、成人男性でも8000番をつけてね、ずーっとね、キャストし続けて、ずーっとしゃくり続ける。それってね、なかなかね、結構やっぱ大変なんで、やっぱね、6000番。この番手にするのがね、一番いいと思います。で、このリールにシマノのタナトルっていうね、この四つ編みになった、この3号の P ライン。これをね、実際ここに巻いて、近海のね、ちょっとジギングしていきたいと思います。では、その映像をどうぞ。そうですね。